中央貿易対策本部は27日国土交通部など13の関係省庁と緊急会議を開き新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株が韓国に流入するのを防ぐため南アフリカ共和国など8カ国からの外国人の入国を28日から禁止しましたこれらの国から帰国した韓国人は ワクチン接種と関係なく10日間施設で隔離して感染有無を確認します対象国となった南アフリカ共和国ポツワナジンバブエナミビアレソトエスワティニモザンビークアラウィーのアフリカ8カ国は28日から貿易強化国家危険国家隔離免除除外国家に指定されました 8カ国から第三国を経由して韓国に入国する外国人は搭乗手続きの際にパスポートを確認した上で搭乗が制限されるほか搭乗しても入国が認められません南アフリカ共和国で初めて確認された新型コロナの変異株オミクロン株は世界でおよそ100件の感染が報告されましたが 韓国ではまだ感染者が報告されていません。